ございます、ヒカル、サイ様。ほら、明かりも来たし、出かけるぞ、サイ。ヒカル、もうやめましょうよ。なんだよ、すごい美人ってのに興味ないのかよ。さあ行くぞ。サモ、迎えに来てやったぞ。僕は遠慮させてもらうよ。それで、あの若だけど、お前は誰ならわかると思う？少しは人の話を聞け。いいけど、三谷に若の謎なんてわかるかな。なあ三谷、この若、謎が隠されてるらしいんだけど、わかるか。村草に草の名はもし備わらば、謎しも花の柵に桜。なんだ、簡単じゃないか。おい、この絵、この歌後ろから読んでみな。後ろから？柵に桜むだから、村草に草、あれ、そうか、前から読んでも後ろから読んでも同じなんだ、この歌は。逆から読んでも同じ名の場所にあの方はいるのね。へえ、三谷がこういうの得意だなんて意外だな。どういう意味だよ、そりゃ。ところで、この絵、この手紙ってまさか。何かもわかるんだ、あの噂の歌人の方からの手紙よ。本当か。おい、この絵、俺も一緒に行くぞ。なんだよ三谷、お前も美人に会いたいのか。バカ、そんなわけねえだろ。その時のついでだろ。逆から読んでも同じ名前の場所というと、この辺だと神雲寺か。よし、じゃあ急いでそこに行こうぜ。どうしたの？市川の君。なんだかもう知り合いの女房か。ちょうどよかったわ、あなたを探してたのよ。私のおばが急に倒れてしまって、妖怪の仕業なら大変だから、すまないけど見てくれないかしら。もちろんいいですよ。じゃあ、そういうことだから、僕はここで失礼させてもらうよ。うん、そういうことなら仕方ないか。ヒカル、こんな時間ですし、私たちももう今日は代理へ行きましょう。なんだよ、
噂の風には会いに行かないのかよ。会いには行くけど。また明日だ。明日ここ最近、妖怪の被害が目に見えて減ってきているんだ。俺たちが頑張ってる、その成果が出てるのかな。そうかもしれないな。盤が細工された時の、あの荒れようが嘘のようだ。ええ、碁盤の上でも、手筋が次第に楽しさすら感じるように様変わりしています。相手もこの勝負を楽しんでくれているようですね。 S 字が楽しんでる？盤を見るだけでそんなことがわかるのか？そういうものなのですよ。光もいずれわかります。まだ俺にはそういうことわかんねえけど。お前が楽しんだったら俺はそれでいいよ。サイ殿、よろしくお願いします。それでは私はこちらに。お二人とも確かに打ち終わりましたね。それでは最後の、また夜に。そろそろ調子を上げてきたと。そんなところかな、最近のサイ殿の活躍は。調子ですか。さして特別に思うところはありませんが。ほほう、つまりは今の自分が普通の状態だと、そう言われるのだな。はや、さすがはサイ殿だ。私などには見抜けぬ実力、恐れ入ったよ。そのように言われるのは少々心配ではあります。気にするでないや。所詮はサイ殿に及ばぬ凡人のつまらぬざれ言よ。それとも何か、凡人にはざれ言を口にする資格などないとでも？いえ、そのようなことは。そうであろう、そうであろう。凡人のざれ言など、希代の名手、藤原の才がまともに聞くものではないわ。聞き捨てい、聞き捨てい。わかりました。
凡人からもう一つ言わせてもらうとな。そのように軽くいなされるのも気に食わぬことだと覚えるがよろしい。よもや天狗になっておるのではなかろうな。いえ、そのようなことは。だといいがな。相変わらず難癖をつけるのだけは天才的だな、ザマ様は。やはりザマ様の注目を集めているようですね。出る杭にならぬよう気をつけることにしましょう。お疲れ様、近衛君。みんなもお疲れ。で、今日は誰を連れてくよ。遠慮はするなよ。いい選択だぜ、近衛。これで今夜の負けはなくなったな。報告をまとめなくちゃ。今日はしなくていいや。春とはいえ、まだ夜は肌寒いですね。待ってる間は、剣の鍛錬でもして体を動かしてる方がいいな。そうだな。敵はさらに強くなる。剣の腕を磨いておくのは良いことだ。実は朝にもサイの家へ行く前に鍛錬してるんだぜ。そうか、ちょうどよく敵が来たようだ。鍛錬の成果期待しているぞ。任せとけって。このあやかしは。場所を当てるとは、ようやくマシな人間が現れたようやないか。しかし、あのお方の相手としてふさわしいかどうかってのは、まだまだわからしまへんな。ノーラ、一丁ワイヤー確かめさせてもらいましょうか。ごちゃごちゃ言ってないで、さっさとかかってきな。おお、威勢の英文やな。ほな、行きまっせ。待って、この絵、この敵は君一人では無理だ。鍛錬の成果見せてやる。約束だろ、黙って見ててくれ。さあ来い、妖怪め。ほな、始めまっせ。ほんなら、ここ。
だな。駅部屋の程度ですかいな。がっかりやな。くそ、バカでかい図体してるだけはあるぜ。うわっ、光る。やはり無理だったか。下がれこの絵。ここまで弱っていればなんとかなる。しもうた。油断しとった。これでは封じきれないか。さすがだな。だが、これならどうだ。今のは妖怪の中でもかなりの力を持った相手だったからな。無理もない。しかし、あのお方とか言ってたようだが。そうだっけ？忘れちゃったよ。まあいい。考えるのは僕の仕事だ。そうそう、それで戦うのは俺の仕事だ。もっともっと鍛錬を積まないとな。